イの今をお届け、マハロハワイ。本日は春がお送りします。今日はですね、ヘンリーズプレイスの日本語で高橋果実店っていうシャーベット屋さん、有名なシャーベット屋さんに来てます。周りにはどんなお店があるか教えてくれ。この近くにはですね、ハードロックカフェが、あっちにビルズパンケーキなを奥に、ホテル側に歩いてきたところにあります。それでは早速行ってみましょう。ハワイ在住のマハロガールズたちが日替わりでハワイのグルメをお届けする最新ハワイチャンネル、マハロハワイ。店内に入るとすぐにお出迎えしてくれるのが、このお店人気の商品が入っている冷蔵庫。アイスクリームにシャーベット、いろんな味があってどれも魅力的です。冷蔵庫を開けてから考えると温度が上がっちゃうので、閉めたまま何を選ぶかを考えるのがこの店のマナー。買ってきました、マンゴーシャーベットです。それでは早速いただきたいと思います。じゃじゃん、すごいくないですか。なんかマンゴーを凍らしたっていう感じですね。いただきます。食べてみると、果実をそのまま凍らせたと思うほどフルーティーで、甘くて冷たくて、さすがハワイの味といったところ。めちゃくちゃ美味しいです。これアイスクリームとシャーベットの方と2種類あるらしいんですけど、シャーベットの方が有名みたいな。本当に濃厚で、もマンゴーの味がめっちゃ美味しいです。ちょっと私の想像を超える素敵な一品に美味しいを連発してしまいますが、やっぱり美味しいです。ナレーションでも言うんだな。でも本当に濃厚で、素材の旨味を感じることができて、口どけも柔らかくて、本当にアイス食べてるって感覚があまりしない。食べてるのはシャーベットだからな。で最後の、もう少しいただきます。どこなんの、近いの。本当に冷たくて、ハワイの暑い夏にはぴったしな一品です。そんなハワイの大人気お店から春がお届けいたしました。ごちそうさまでした。もう本当に果実をそのまま凍らしたみたいな感じのアイスクリームで、買った瞬間から硬っみたいなんじゃなくて、もうスーッてすくえる感じで、もうちょうどいい硬さで、めちゃくちゃ美味しかったです。そんなに絶賛したらオイラも食べたくなるぜ。でも少し量が多いので、シェアしながらとか、友達と違う種類を頼んで、いろんな味を頼むのもいいと思います。バイバーイ。